粘り強い守備でスタメンを勝ち取りましたディクソンジュニア・タリキ、そしてチームを引っ張る日本人エース馬場雄大です。ここまで全試合スターティングファイブ、そのシュート圧倒的です。ケビン・ジョーンズ、ディクソンジュニア・タリキスピード持って入ってくる、リバウンドしっかりとケビン・ジョーンズが取ってからライト、攻守の切り替えお互い早いですね。相手ディフェンスをちょっと攻略するっていうところなんですけど、はい、ここも小針が来てマット・ボンズ回収、リバウンド少し流れたところもう一度小針です。ババフリー作っての外スリーポイント、今度は長崎がどうしようかなっていうところをこの京都がアタックし続ければ考え出すと思いますね、はい、ブラントリー後ろからライトも来る、守備のギアを今度は京都が上げてきましたがよく決めました。ブラントリー腰を落とした守備、ライトチャンミンクック持っていく、バウンズパス、この位置で受けたチャールズ・ジャクソン、はい、ショットクロック残り5秒、外振ってからディープスリー、マシューライト、非常にスリーポイントの上手いプレイヤーですが、松本金次郎外作ってチャンミンククだスリーポイント、うまくボールが回りました。はい、長崎も小西と駆け引きする、下がってからのスリーポイント、リングに当たってここをしっかりと今日は長崎取る、マットボンズ迷わず打つ、ブラントリー、マットボンズ、ババー、素晴らしい合わせ、これぞ This is ベルカ、岡田です、中に入れてからケビン・ジョーンズ後ろから来るエンドワンです。岡田選手も激しく守備を見せるシーンもよくあります。ここは岡田パスにしてから中、ね、はい、チェックディアロエンドワンです、はい、もう1回ドライブだったりっていう風にディフェンスを壊せるかっていうところなんですけど、ちょっと距離感がねいい意味でちょっと中途半端なんでね、はい、あここはディアロ、はい、すぐ戻ってきました、はい、ここですよね、フェイントタッチしたいんですよね、そうさせない、させないで、ね、手を伸ばす、よく取ったエヴァンス、いい形でしたね、はいはい、やっぱり小西選手入るとオーガナイズというかこうしっかりチームオフェンスが遂行されますね、はい、さあ馬場に小西がつくんですが、おいやいいですね、ここも小西が触ったんですが小針、マットボンズ、さあ残り2秒1秒時間がない、マットボンズのショット、いや決め切りました、これを決め切りました、はい、これはもう仕方ないです、横から右から左のゴールルーブから、はい、ここでも中に入ってきてパス、はい、振っていってフリー作ってマットボンズ、ここですよね、はい、本当に青木がボールコントロール、ね、青木が行く、はい、中に入ってくるパスにする、そこからつなぐ、京都ハンナリーズ対長崎ベルカ、今シーズン3度目の対戦、長崎は対京都戦初めての勝利、ここアウェー戦で今シーズン26勝目を飾りました。